さあ、今週は何かどっか行ったりした俺、うん、さあのー、持病というかさ片頭痛でさああ今までさいろんな治療をしてきたじゃない試してるねあのー、例えばスピリチュアル的なものからねなんか外国から先生が来てそれをやったりとかもうね結構前ですけど、うんやまあ、そういうのチャレンジして、うんえー、中川からこのね、スピリチュアルで治そうっていうやつもあったのにそれを治らず まあ、あとは、そういうさ、いろんな、頭痛、専門の、その、病院とか行ったりとかしてさ。もう、誰もがね、治るため。治るため東洋そうそう。全部やスピリチュアル。うん。霊媒師ぐらいかまだやってないの霊媒師やったの俺もう。あ、もう霊媒師や霊媒師やってるん <laughs> もう霊媒師もやってんのか。30分3万円だからね、その霊媒師は。えすんごい高い。 でも結局その俺は例、例のせいで頭痛になってた、ええ、なったわけじゃないって言わけだから、ええ、まあ話すぐ終わっちゃったんだけど、その時はね。あ,<ー>あとはまあ、で、それがとうとうね、今回ね、えーうん、一昨おとといか、行ってきたんですけどね、うん、あの、俺には、邪気がいるって話になったわけよ、うん、もう。あら、ちょっともう例、例の方だよ。邪気例というわけでも、ね、もう東洋医学の中でもあるのかもしれないけど、邪気 邪気っていうもうそういうもう俺がそのず、ああ俺の頭痛を起こしてるものは、邪気がやってることだから、うん、その邪気をうまく体から出すことができれば、もうこういうこともなくなるんだって。邪気説邪気説が結構濃厚になってきたわけ、それがもう。ああで、邪気取り払う、そういう専門医があんの。専門所が、そういう場所があ <laughs> 何でもあんだな、<え>邪気専門。あ,るんだ何でもあんのよ、そういうのは 弱性モンクリニク。そうそう。弱性モンリニックいや、ほんとそれはもう、まだそれはね、それ笑っちゃいけないとこで、ほんと邪気を取るとこだから。そんな今はさ、笑い探で言ったけど、邪気出るのね。笑っちゃいけないのって言われてもさ、やっぱり。邪気取るのか笑わないで俺すごい、マジなんだかそこ。まあな、確かに、あの、変頭痛が治るためだったら、ね、どんなものでも試してみたいんだもんな。そうだよ、もうほんと笑っちゃいけない。笑っちゃいけないよな。 で、俺、そこの邪気を取るとこが、なん、ま、あ本当そういうとこってやっぱり。地方にあるの東京にあるの都内にあるんですけど、本当に、あの、なかなか時間って、やっぱ調整するの難しいんですよ。やっぱ人気があるから。日本全国から来るし。あ、下手したら外国の方も来るぐらいの、もう。じゃ、邪気いるかどうか見てくれるのえ邪気を見てくれるか、見てくれるのあ、いるかどうか。邪気を。だって全員にないでしょ全員にあんの、邪気って実は。 全員にあんの全員にあんのジャキってあの、邪道のジャニー気って考えたやつだろそう。うん。それを、人間が、鬼それとも気持ちの気え気ジャの気って、鬼鬼鬼鬼の、ほら。あ鬼漢字をその先生聞いてねえからな。いや、ジャって、邪道のジャニー。鬼木だない気持ちの気じゃないで、そもそも気候も使ってるから。うん。鬼でもあんのか ジャッキー鬼かないや、でも、なんか、イメージ鬼だよね。鬼のイメージだよね。悪いや、つそうイメージ鬼じゃない。だから、だから、ねえ、鬼を、うん。の中にいる鬼を、出してくれるっていう。そうそうそう。ジャッキーって言ってみんね。どっちスマホに、スマホで。ジャッキーって言ってみて分かるの確かに、思うさ、その人とかはもう言葉でしか話さないから。イメージ鬼でしたね。うー分かんなかったけど、鬼だろうな、多分。ジャッキー。 じゃきすげえ。両方でよ。邪道の邪に気持ちの気とおに鬼、邪気を払うっていう。そう、邪気を払うって気っち。邪気を払う方法っていうのがいけない。やっぱ出てくる。やばい。そこに出てんのうん。そう、払ってんの待ってんだけど、俺は。うん。邪気ね。邪気、邪気、邪気払い。邪気払いっていうか、もうちゃんとしたとこよ、マジで。初期払いは。初期払い。そういうんじゃないんだよ。本当にちゃんとしたとこで、もう本当に笑えないとこですよ。もう真剣なとこで。ちゃんと、え 金のね、棒でね、邪気を払う棒があるのよ、ちゃんとした棒が。金の、もうね、見ると、ライフルの銃、え弾みたいな感じ。長細い、え弾よ。わかる棒棒って、ペンより長い、短い短い。ペンのキャップぐらいキャップよりちょっと長いぐらい。こっちぐらいかななんかもっと長細い。ライフルの、ほんと、長距離のライフルの弾よ。ああ、の金なの、真っあ、のね。 あれですげえ邪気を取ってくれるの、こっそりながら体を。体をこす、すんごい強くこすったり、頭をこすったり、刺したり、それを。それ、だからもうね、気持ちよさはないのよ。その1時間ぐらいあるんだけど、マッサージとかじゃなくて、その筋でとにかくもう体中を刺すのよ。えぇ、1時間も ?1 時間。もう痛いの、とにかく邪気がすごいから俺。すごい、強力なすね。すごい邪気だっつって。うん。 邪気、邪気、すごい邪気すごいっつって、はぁ、ここの邪気すごいっつって、すごい、もう、わかんのそこに邪気が溜まってるところ。溜まってるもう、そそのもう棒を当てたら、もう、スターのその人の手で。それやってくれる間に、その、邪気で、治った、その、看護師さんっていうか、そこにいるのよ、まだ何人か、女子的なものも。その人が、もう、個室なんだけど、一人ずつ入ってきて、私は、こう、 こういうい事例があったとでもここへ来て1回で治ったんですっていうのを毎回その代わり代わり入ってくれ。 ああ、教えてれ。あ、を出しな、出してる間ね、俺が。雑誌とかによく直った人のコメント出てるよね。そう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 。そう。これで私はこれで直りました。っていうのが、実物がいる。実物が実際ちゃんと来て、コメントを。俺が個室でここジャッキー出されていたってところに、隣に立って、私は、あの、実は、え探求士。探求者だっけえ、針の人なんだっけえ新級士。新級新の資格を持ってて、やってたんですと。 でではお客さんなななかなかそ治すこともできない、うん、私自体も、えー、自身もその生理痛がすごくて、うん、もう痛みがもうひど、えー、すぎてバファリン8錠飲むんだからああ、おいとしは、うん、そ,それでやっとなんか痛みが取れるか取れないかぐらい毎回生理痛がすごかったんですけどここでこの先生にこの邪気を取ってもらった1回で私はもう治ったんです それではもう、ハーはやめたんです。はで、で、去っていくわけです。痛いんですよね、その時に。痛い、痛いの。で、それやってくれた先生が、じゃあ次って言うと。振るんだ振るんだ、ちゃんいや、笑い事じゃない。これ、本当に。そう、そう、そう。えこっちを聞きたいじゃん、だって。聞きたい。んちん、たい。だって、ずっとこっち、痛いし治った人の話はたい痛いんだもん、頭もガリ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 って、もう。 マッサージでもねえからなんか面白くないじゃんこっちはやられてる方って気持ちよくないんだ痛い痛いだけそうだから聞きたいなと思ってたほんとにちゃんと「次」っつってってってまたまその人も成立があって女の人なのでその成立二人いてもう一人最後の人はなんか頭痛かな30年間かなんかそういう痛がって薬飲んでたけどそれが一回で治ったへえそれ何人か来てそう言ってくって で、で治った人ね、私が治んなかったっていう人はいないのいないよ、そんな人。あ、そ,ういいそれだって呼ばないでしょ、そんなやつ。そんなやつ入ってこないい。一応ほら、何でもそうだけど、ね聞いた人と聞かなかった人っていうの両方大事じゃんうん、まあまあまあ、そうね。うん、でも、あのー、ちゃんと全部治った人で、また富士の病とかの、ああもことも、 紙にさ、書いてくれてて、藤の名前も。うん、それ読ましてくれてさ、終わった後とずっと、うん、治った症例を。本当に治れそうな感じだ。うん、それはさすがにね、まあ俺も、一回で治るってことはなかった、今回。でも。まあ成立は一回治ったけどな。成立は本当にもう一回やったんだけど、その人たちはね。ああ俺は、ねまあ、なんか、もうちょっと変えようと思って、そこは。一回やってどうだったの、うん、全然変わらない。<laughs> <laughs> 変わらないけど。<laughs> いやいや。まあ、なんだろう。いや、でも、えー、本当にひどい病気の場合は、なんか、3ヶ月通ったとかいう症例人が、そういう人もいるのよ。ね、うん、それで本当にもう治ってる人もいるわけ。うん。あ本当まあ、えー、言ったらもう、本当そういうもう癌とかさ、本当やばい。うん。えー、例えばお、お医者さんから見,は見放されて、最終的に無理だってね。 そういう人も直してきたみたいな。うん、ああ、よくあるね。なんかあるじゃん、そ,ね、そういうところって。そうなるよ。そういう症例とか、そういうのもなんかたくさんまとめてある、なんかプリントがあるわけ。それをまあ読ませてくれてさ。あ<ー>あ、ここだったらなんか俺もいけるなと思って。邪気払いっていうのはその保険聞くの保険きかないよ。邪気って保険きかないだろう高いだろいでも領収書は降りるしいだよ。なんかちゃんと。いくら一回 ?1 万千円。あ、まあ、まあまあ。 一時間で。一時間。じゃあまあマッサージやってると思えばね。マッサージじゃないからね。痛いからね、とにかく。うん。ガシ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 。結構はね。結構よくなるのかな、もう。でも多分、やっぱり、その、邪気払いって今聞いてて、で、その、先生が次ってって、治ったやつをこう、言うわけだろ。やっぱ俺ね、一種の、その催眠術っていうか、この、ね。ああ、なるほど、なるほど。そう、そういう効果を、まあ、 うん。そこはそういううがった目で見ちゃダメ、じゃあ、うがってないんだよ、催眠術っていうのは。俺は催眠術で、例えば、お日小木が催眠術にかかりやすい人だったら、ほら、この前、三年 C 組でやったじゃない、うあの人。う有名な先生で十,十文字。さんとかあの人は昔俺もこう、仕事したことあるんだけど、はい、催眠術の人は言うには、はいはい、催眠術っていうのはさ、そういう変なこう、ものじゃなくて、この、いっちゃ、わかりやすく言ったら、 じゃクラブとか、なんか、フェスとか、行った時に楽しいなって思う時ってあるじゃないですか、うん。うん、で、それを楽しいなと思った時に、なんか、周りとかも全然気にしないで、もう今日盛り上がっちゃおうと思って、わーって、もう周りの目とか気にしないで、本当に盛り上がっちゃおうっていう感覚ってわかりますっていう。で、それで何も何でも、何も考えずにできる人がか,かかりやすいんだ。俺たちみたいにこの周りの目を気にしちゃったりとか、 いやいやいや、それ恥ずかしいじゃんとか。はい、そういうじゃないです。うですね、もう楽しんじゃえばいいんです。もうこれノリ、ノリじゃん。催眠術もかかった方が面白いじゃん。かかった方が面白いからかかっちゃうぜって思ったことが催眠術だと。うん、そうだそうだ。そう。もう今言われて、そう。確かに俺も家族にはそれ言われてる。そう,う催眠術って言い方ではなく、うん、その信じる気持ちが小木には足りないと。そう。とにかく信じないとダメだこういうものは。絶対ね。 そうだって辛い食べ物が催眠術にかかったって言っで、ね、辛くなくなるんだよ。不思議だよね。それで、ね。ってことは頭が痛いっていうのは一緒よ。偏、ねうん、頭痛が痛いっていう感覚が痛くないって自己催眠で思ったら、多分その、うん そこは。俺、十文字先生やってもらえよかった、そういえば、それ。そう。でも、俺はだって無理だって言われたんだから。そうだ。信じる<昔>なんかね。だから、そういう性格的な問題か。かだから、そこを直していかないといけないんだな、俺のも。信じるようになるね。でも、ほんとそこは、ああでも今回言ってるとこは、さすがになんか、ちゃんとしたとこでね。ほんとここはもう、ああ俺、10回は行こうかなと思うぐらい、ああもうちょっと、ここに頼ってるっていうか、もう、ああしがみつく。ここは。そんだけ信用できるとこだろ。ああ 信用できるだって邪気を取るんだよ。邪気と後で <laughs> 一番信用できねえんだよ。じゃあその後気候でなんかね、やってくれる。気候を出してくれて、その先生が。<ー>なんか、払ってくれる。こう、風邪を当てて。ああ。じゃあそれは信用した時だな。治るのは。うん、まあ、うん、それまただその、本当に信用した後のお気が怖いけど。<laughs> ね。変頭痛は治るけど。まあそうよ。だから、ね、俺は信じたい。な、信じて、また行くよ。また、あ、あさってとか行くんだけどね、俺はね。なんとか取れて。 治るって思ったら治るんだよ。そう。その気持ちをね、大事に、だ今回は持ってやろうとしてる。邪気。邪気絶対んだから。一超昔から言われてる病は効かなっていうことだけど。まあそうか。まあでもそう大事だからね、そこは。でもね、その邪気の話なんだけどさ、結局、一番ダメなのが、そういう枕元に、俺もそれ聞いたことあるんだけど、 スマホね。あ,あそうそうそう。充電してたりとか、うん、ああいうのがもうダメだって言ってた。もうあれでその、うん、電磁波みたいなのが入っていって。うん、<で>それ邪気なのそれ時期なのそれ。これは邪気だったから。れね、俺、それ邪気だと言わさり、稼いでたから。